ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ああ、天才に生まれたかったな。急にどうした？だって天才に生まれれば努力しなくても、頭が良かったり走るの早かったりするじゃん。霊夢、天才だからといって努力をしないわけでないぞ。天才だって小さい頃から、いろんな努力して才能を見出してるんだ。そうなの？そうだぞ。戦国時代にも三拍子揃った、まさに天才がいたんだが鍛錬した結果だぜ。そんな人物が戦国時代にいたの？興味深いわね。というわけで今回は、猛将。気象。メイ君の三拍子揃った水の矢番竜斎こと政村について解説していこう。よろしくお願いするわ。それでは今日もゆっくりしていってね。水の矢政村は戦国時代から安土桃山時代の武将で、結城系図では政村と書き結城氏の家臣だった。また番竜斎という名も持っている。たくさん名前持ってるけど、政村が一番わかりやすいから政村でよろしくね。では今後は政村で統一しよう。政村は太平4年に日立の国下館城の城主。水の矢勝吉の嫡男として生まれる。日立の国といえば現在の茨城県筑西市よ。よく知ってるな、霊夢。水の矢氏は平の正門を討ち取ったことで知られる藤原の秀里の末裔。同族の結城氏の家臣として代々仕えてきたんだ。由緒正しき家柄の一つだったのね。政村は母が観音菩薩に願をかけたところ、老僧から授かった玉を飲み込む夢を見て身ごもった赤子である。さらに母の体内に13ヶ月もいたという政村は、幼少期の名を、玉若丸、と名付けられているんだ。一般的に胎児期は11ヶ月なのに、13ヶ月もいたなんて信じられないわ。玉若丸は左目に瞳孔が2つある、浄瞳という鬼人の僧で、生まれてから一度も泣かなかったんだぜ。そんな赤ちゃんなんているのかしら？赤ちゃんの頃から異彩を放っていた。7歳の時に父勝義を亡くし、叔父の水の矢春持の養子となる。幼少期に父を亡くしてしまったのね。8歳で剣術や弓の稽古を始めると、武芸の腕はめきめきと上達。大人も任すほどの達人に成長したんだ。猛将になる人は、小さい頃から武術に優れていたんだわ。天文8年玉若丸16歳の時、語学坊。足利春氏から主君の結城正勝に、北条方の武蔵の国吉見。大串武重を討つよう、出陣要請がかかる。政村の偉人ね。結城正勝は春持と互谷光常に大串攻めを命じ、この戦いで玉若丸は偉人を飾った。3日にわたる激戦の中、玉若丸は名乗りを上げて猛然と敵陣に突っ込んだんだ。偉人で我先に突っ込むなんてすごく勇敢ね。大串の軍の400余りが城から飛び出してきて開戦。互谷の軍、水の矢の軍も一斉に飛び出す。戦いの始まり、互谷。水の矢軍は78人の兵が撃たれ、大串軍は100人の兵が撃たれたため一度陣を引いた。互角な戦いをしているわ。そして若武者が50人の兵を引き連れて、近くにあった念仏堂の扉を盾にしながら、城の近くまで乗り寄せると、大きな声で、我こそは水の矢玉若丸なり。今年16歳、俺の腕前を見せてやる。という、なんとも勇ましい。そして玉若丸は陣形を整えてわずか50人の兵で大勢の中に割って入り、前後左右に駆け回る。初陣とは思えない鬼のような戦いぶりで、大串重元をはじめとする48もの首級を取った。そして総大将の大串竹成を自陣に追い込んだんだぜ。48もの首級を取ったの？16歳の若さでそんなことが可能なのね。たがや、水の矢軍は見事勝利。玉若丸は初陣の記念に、大串の阿弥陀堂の釣り鐘を奪って持ち帰った。また玉若丸が強いと評判だった武士たちの首を正勝に見せると、正勝は大いに喜び、そしてその場で金300枚を下されただけでなく、後日銭で200貫の賞を届けさせたんだ。これだけ優秀なんだもの、正勝が喜ぶのは当然よね。この戦いで元服を認め、政村に改名した。天文9年春持は隠居自然法と合し、政村は水の矢の家督を継ぐことになった。政村は17歳という若さで家督を継いだのね。一方の多賀谷光常は大串左衛門の首を正勝に見せる。しかし大串左衛門は自分で腹を切って死んだ首だったので恩賞がなかった。だから政村に遅れを取ったことを根に持っていたんだ。48もの子宮と切腹した人の子宮では、さすがに違いすぎるわね。この戦いを機に水の矢氏と多賀谷氏の仲が険悪になる。下妻城の家老をしていた成田和馬之助という者が、小川の通り政村に因縁をつける。そこで政村の家老の鶴見蔵之助が行く手を遮り、家臣と共に成田を取り巻いた。成田も少しは戦ったが相手は数が多く、部下も自分も敵図を負わされ光常に事情を訴えたんだ。そんなしょうもないことで切り合ったの？呆れたわ。光常はこの事件の話を聞いてますます怒り、500人の兵を連れて次の日の明け方に下館に押し寄せる。水の矢の軍も城の門を開けて、一斉に迎え撃ち大乱戦となったんだぜ。戦いの発展したの？そこで正勝が自ら間に入り、二
二人とも正勝に説得されてはいやもうもなくは僕、結城四天王と呼ばれ結城家臣に属した水野屋氏と耕氏、直轄の家臣を持って領内経営を行うなど、独立志向が強く黒人領主的な存在だった。正勝のおかげで喧嘩はなんとか収拾したのね。結城氏としては、隣の宇都宮氏や小田氏に対抗するために彼らの協力が必要不可欠。また一度滅びた結城家は再興にあたって古学坊家にも恩を受けたみ、古学坊家を守るためにも、水野屋と多賀屋を全面対決させるわけにはいかない。恩はだで返すわけにはいかないわよね。主君直々の仲裁を受け、さすがに歯を収めるしかない両軍。午前では僕の主演が行われると、正勝は感激のあまり、高砂の舞を披露したんだぜ。高砂の舞って何？高砂とはの卯の一つで、夫婦愛と長寿をめで人生をことほぐ大変めでたいの卯のこと。そういう卯があって、それを正勝は歓喜のあまり飲み会で踊ったってことね。そういうことだ。ちなみに正勝は弘治2年に文国法、結城家新法度を定める。これは喧嘩や口論。生活習慣について、細かい規定や罰則を与えるものなんだ。それまでに度重なる家臣同士の揉め事に頭を悩ませていたんだぜ。家臣同士はどうして仲良くできないのかしら。やっぱり、我が上に、という思いが強いからかしらね。そうだろうな。現代人にはあまりない感情だわ。天文12年政村が19歳の時に、正勝の愛娘である16歳の小藤姫を正室に迎える。正勝は娘の輿入れに所領五尊を化粧料として与え、朝廷に願い出て政村の出羽の神任官を取りなす。そして返記を与えて、政村、と名乗らせたんだ。正勝の大事な愛娘を正室に迎えるなんて、それだけ正勝からの信頼は厚かったようね。血の気の多い政村だが、正勝にとってはお気に入りの家臣だったんだろうな。政村と小藤姫は大変仲睦まじい夫婦となり、翌天文13年小藤姫はめでたくご懐妊。ついに政村にも子供ができたのね。どんどん活躍して手柄を上げていかなくちゃね。そうだな。この年、政村は結城領と宇都宮領の境付近に位置した中村城を攻めた。数回戦った後、政村はわざと負けたふりをしたんだ。これも戦略の一つね。その通りだ。そしてその日の夜遅くに300もの兵で出陣し、中村の城を取り巻き一斉に攻撃。その際に宇都宮家の5本の指に入る刀傷。中村幻覚を討ち取る。政村の戦略勝ちね。幻覚は領民たちに慕われていたので、畑に血縛り、谷昼も、くげ谷万流なけりゃよい。という草取歌が中村の地で歌い継げられた。どういう意味の歌なの？田んぼや畑に生える立ちの悪い雑草が作物に害を与えるように、くげ谷政村がいると厄介という意味だ。それだけ領民にとって政村は邪魔な存在ということね。その後、宇都宮軍への防御として下館城の北にある中村城の跡地に公家城を築城。自らが城主だった下館城には弟の水野屋勝利を配備する。政村は公家城に移り住んだんだ。公家城に住んで下館城を守るつもりね。そしてご懐妊中だった小藤姫は天文14年に女の子を出産。しかし産後の日立ちが悪く、母子ともに亡くなってしまった。二人とも亡くなってしまったの。悲しすぎるわ。政村の嘆きは大変深く、妻子の冥福を祈って公家城近くに宝禅寺を建立。妻子の菩提を弔ったんだ。仲良しだった妻とせっかく生まれた我が子を同時に亡くしたんだもの。悲しみは深かったでしょうね。まだ悲しみが癒えていないある日の夜、政村の夢枕に泣き妻が現れる。その姿を追いかけていくと、天に昇らずに地に翻っている竜を見つけた。すごい夢だわ。これをきっかけに政村は、この世は無常。血の竜のように現実から目をそらさずに生きようと決心。そして出家して万竜の号をしたんだ。それで政村の名前は万竜祭になったのね。その後、政村は敬祭を持つこともなかったんだぜ。それだけ小藤姫のことを愛していたのね。天文15年政村が小藤姫の一周忌法要を行う。するとその隙を狙って八木岡貞家率いる200の宇都宮軍が公家城に攻め寄せてきた。戦国時代だからチャンスなのかもしれないけど、そんな大事な時に攻めるなんて卑怯者ね。だがこれは政村の策、八木岡が攻めてくるのを待っていたんだ。なんと、これが策だったなんて。自ら法要会場の宝禅寺本堂から突撃して、ひるんだ八木岡軍を潜ませていた月兵に囲ませる。そして返り討ちにすると、ついでに八木岡城へ攻めかけて落としたんだ。恐るべし、政村。政村は強いだけでなく策略家でもあったのね。中村。八木岡を討ち取った政村。ついに宇都宮直綱は、今度こそ本気で政村を潰しにかかってきた。今までのは茶番だったんだわ。天文16年武田信孝を総大将とした宇都宮軍の3000人の兵が公家城に攻め寄せる。政村は正勝に援軍を頼み、隠居していた前方と共に陽動作戦を決行。隠居していたお父様も出てきたのね。ところで陽動作戦って何？陽動作戦とは敵の判断を誤らせるために、あらわに行動して敵の注意をそれに向けさせる作戦だ。なるほど、そんな作戦があるのね。
ちなみに織田信長もこの作戦を好んでいて、桶狭間の戦いで雨天も利用した奇襲攻撃を行っているぜ。そうだったの。それでこの陽動作戦はうまくいったのかしら？まんまと乗せられた宇都宮軍は大将の武田信孝を含む300人以上が討ち死にして大敗北となった。この戦いは石島が原の合戦と呼ばれ、政村の中村の地における優位性を示したんだぜ。政村は武田信孝と八木岡貞家を討ち取る戦果を残したのね。その後も政村は織田氏に組みしていた真壁を地元を協約、さらに結城氏に対して離反と降伏を繰り返していた田谷氏と戦い続け連戦連勝している。田谷も諦めが悪い男ね。勝てないんだからさっさと諦めればいいのに。この時代はそういうもんなんだ。永禄2年後、北条氏と上杉氏の関東争奪戦の真っ只中で、結城正勝が死去、甥の結城晴友が家督を相続する。そして結城氏は関東争奪戦を繰り広げる後、北条氏と上杉氏の間に揺れ動く。大事な時に正勝が亡くなってしまったのね。政村は力を伸ばし始めていた織田信長と徳川家康にも接触して武田への備えをする。こうしてパワーバランスを見極めて晴友に進言し、若き当主を支えていったんだ。そして政村は永禄2年に家督を弟の勝利に譲って隠居した。やるだけのことはやって政村は隠居したのね。領主だった政村は領民思いで人情に熱い名君だった。公家城下では、猛火金剛で有名であった木綿織を発展させたんだぜ。政村は戦いの合間にそんなこともやっていたの。また権陽川の周運による猛火木綿の物流網の開拓など、後の下野公家田及び日立下館の発展の基礎を築いた。さらに社寺の修復を行うなど、インフラ整備にも抜かりはなかったんだ。強く賢い武将でありながら、経済政策も行っていたなんて凄すぎるわ。また天文11年は天候不順で領内の米は不作。百姓たちは年貢米を出すことができずにいた。そのため奉行たちは百姓の家族を引き出し、水牢に入れ、食事を与えなかったんだ。ひどいことをするわね。それを聞いた政村は謝罪し牢より出して、その後の年貢はいつもの三分の一で良い、と言った。政村は優しいわ。でもそんなことしたら財政が厳しくなるわ。赤字になった財政の再建のために家電の宝刀を6本取り出し質に入れる。そして結城の涌井から米を借りたんだ。自分の家電よりも領民を大切に思ったのね。次の年は豊作で百姓たちはみんなで相談して、質に入れた刀を取り戻す。政村は感謝して、また年貢を3分の1にしてたんだぜ。まさに心の通った政治だな。そんなエピソードもあるのね。政村の人柄の良さがよくわかったわ。天正11年、宇都宮市参加の益子市と笠間市の間で、領地の境界をめぐって内紛が起こる。この紛争は2年にわたって続き、益子、笠間両軍は一進一退を繰り返していた。そもそもなんで益子市と笠間市で内紛が起きたの？まず益子家宗と田野村の高垣正平とが、些細なことで戦いとなる。これが当時は中軍といったこの地方の混乱の始まりだ。最初は笠間氏とじゃなかったのね。家宗は正平に自分の兵の半分を撃たれてしまい、水野や勝利に援軍を願い出た。そして正平の住んでいた田野村にある山本の小屋城を攻め落としたんだ。水野や氏は益子氏に加勢したってことは、結城氏も益子氏側よね。その通りだ。領地を奪って立て稲葉というものを代官として山本の城を守らせる。これには正平も黙ってはいられず、笠間殿に願い出て援軍を頼んだ。笠間氏は高垣氏に加勢して益子氏に対抗したのね。正平は益子の家来である加藤宗康の城である富谷城を攻める。しかし宗康たちの軍には戦いの上手な者たちがたくさん集まっていたんだ。益子氏の方が勢力が強そうだわ。そして益子氏の戦略により正平は大敗北。笠間一族の田野の城主、羽石蔵之助は、それを見て危機感を覚える。そのため同じ田野にある山本の城の盾稲葉を攻め滅ぼした。益子氏が完全に優勢ね。次に戦いの済んだ金式様之助が大和村金式に帰ったばかりのところへ、100騎ほどを連れて攻めた。金式は陣形も整整わないうちでしたので、この戦いに負けてしまい、結城へ逃げ帰っていく。不意打ちはやめてほしいわ。そこで春友は、金式と羽石の和睦の取り扱いを政村に任せ二人は認めた。和睦が成立したのならよかったわね。しかしその後、羽石時政は約束を破り金式城を攻め落とした。これに怒った春友は政村に時政追討の軍を編成させた。春友は隠居している政村に田野城攻めを命じたってことね。そうだ。天正13年佐竹義重参加の大助政を説き伏せ、味方につけた政村は日野城を包囲。政村の軍が攻め寄せて開戦の声を上げ、城の方も同じように声を上げ戦いは始まった。日野合戦の開戦ね。三日三夜続き息もつけないほどに攻め戦う。しかし、城の軍は次第に少数となり、逃げた者は捕まって首を取られていた。政村の軍が優勢になってきたわ。いよいよ落城寸前になると、城の大手門より走り出てきた武者が大声で自分を名乗る。我こそは羽石蔵之助である。
水の宿に手合わせを願いたい、と叫んだんだぜ。時政は死を覚悟したのかしら？それとも自信があったのかしら？どっちだったんだろうな。これに対して政村も、我こそは水の矢万流である、と名乗って勝負が始まる。お互いに槍が上手かったので槍での戦いになった。一騎打ちなんてワクワクしちゃうわ。この時政村は61歳で時政もおそらく50歳以上。互いに傷つきながらも一歩も引かず、長い戦いの果てに時政は力尽き倒れた。そこで政村は時政の首を取ったんだぜ。政村が一枚上手だったのね。でもいい勝負だったようだし政村も危なかったわね。羽石が撃たれたという報告に結城時友は大喜びで、早速他の領を下館へ加えらる。また宇都宮領の一部は増し国内大部に与えて、残る領地は結城へ組み入れたんだ。結城氏の領地はどんどん拡大していくわね。この戦いで起こった人物がいた。それが三楽斎助政の主で、当時の宇都宮家当主。国綱の叔父の佐竹義重だ。年は甲斐国綱に代わって宇都宮家で牽制を振るっていた。政村の説得で加勢した人物よね。義重がどうかしたの？助政が増し越しと笠増しの内紛に首を突っ込み、結城、水の矢軍に手を貸したことに起こったんだぜ。なるほど、そういうことね。翌年には主君の結城春友の名代として佐竹義重と宇都宮国綱による身節討伐に参加している。助政は1500の軍を率いて水の矢領に攻め入った。また戦いが始まったわ。歴戦の強者の助政を前に結城家臣、片見春信が大敗し、一時は太田勢が優勢になった。この報を聞いた政村は1200の兵を率いて出陣する。ついに政村のお出ましね。両軍の実力は拮抗し、互いに打っては退きを繰り返して決着がつかず、やがて両軍の大将同士の最終決戦になった時、水の矢軍の若者たちが大活躍を果たすんだ。さすが水の矢軍、若手も強いのね。一人は水の矢前方の次男、五郎でこの時19歳。なんと2メートルもの大金棒を振り回し、文字通り敵を潰して回っていた。2メートルの金棒を振り回すなんて、どんな剛腕の持ち主なの？そこへ恐れ知らずの大男。太田軍の磯部忠光が現れ、五郎に大薙刀を水車のように振り回した。大金棒と大薙刀の戦いはどうなったの？さすがに大薙刀に撃たれそうになった時、政村の鳩子である17歳の中山玄蔵が援護に入った。玄蔵は槍を手にして磯部と一騎打ちになるが、互いに武器を折られ最終的に取っ組み合いになる。大薙刀も槍も折れてしまったの。どれだけ凄まじい戦いをしているのよ。結果、玄蔵は磯部を組み伏せてその首をねじ切った。いやいや、そんなことが人間に可能なの？それだけ鍛えているんだぜ。本当に五郎といい、玄蔵といい、政村の血縁は相撲でばかりだよな。すごいわ。ちなみに玄蔵の祖父は大変な暴れん坊で、曽祖父ですら手に負えず感動されているんだぜ。水の矢家は代々血の気が多くて、凄まじい遺伝子ね。そしてこの時に助政も政村も、ここが潮時、と互いの兵を引く。そして、結城には政村あり、と周辺諸国にその実力を知らしめたんだぜ。周辺諸国は結城氏より、水の矢家を恐れていたかもしれないわね。そうかもしれないな。その後、天正18年の小田原征伐を経て、豊臣秀吉から独立を認められ水の矢家は大名として出世。小田原征伐はどんな戦いなの？小田原征伐は関白太政大臣豊臣秀吉が、御北条氏を下した歴史事象。戦役だ。秀吉と御北条の戦いなのね。そもそもは北条氏と真田氏の間での領土紛争を、豊臣秀吉が仲裁したんだ。しかし北条氏が武力で利口を覆したこと、及びそれを正当化したことが、豊臣政権の総武事例違反とみなされ、北条氏は豊臣氏の軍事力による攻撃を受けた。結果的に北条氏は滅亡し、秀吉が天下人になったんだぜ。この戦いで秀吉は天下統一を果たしたのね。話は戻るが、独立した水の矢家は晴れて国高5万の大名になった。その後政村は慶長3年75歳で亡くなったんだ。この時代にしては長寿だし、そもそも負けた戦いがないわ。そうなんだ。政村の遺骨は愛する妻、小藤姫を供養した宝禅寺に葬られたんだ。やっと最愛の妻と再会できたのね。よくそれまで頑張り抜いたわ。少年期から無双の武勇を誇った政村。少々血の気が多くて短気だったようだけど、主君にも妻にも領民にも気真面目で優しい一面もあった。優しい一面があるからこそ強いんだわ。そんな政村は領地と領民を守るため、戦国時代の関東地方で戦いばかりして、やがては結城氏から円満で独立を果たしたんだ。結城氏も認めるくらいの人物だったのね。今回は三拍子揃った腐敗伝説の男、水の矢政村について解説したけど、どうだった？政村は剛腕なのはもちろんのこと、戦略、戦術にも優れていて優しさも持っていたわ。それに領民のために政治戦略もできて最強の男だわ。そうだな。
こんなに全てにおいて優れている武将はなかなかいない。まさに天才と言っても過言ではないぜ。天才っていいな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。